ワンナップル平井博明でございます違う、ワンナップゴルフ平井博明です。今回ですね、トール君がですね、前回カードでマッチングはどうなのっていう動画を撮らせていただきました。でそれでですね、反響がありまして、より多くのカードをトール君作ってきてくれました。そのマッチングについてより深く動画を撮れたらなと思ってやっていきます。平井博明のワンナップゴルフ。ちょっと2枚引いてみていい？いいよ。こんなにあんの？だってこんなにあんだよ。うわ、最悪最悪出た。もうこれは最悪最悪出ました。クラブが寝るとアウトサイドイン、うん、これはノーマッチングだね。やばいやばい。もうシャンク、まずは代名詞シャンク、うん、シャンクと、まあナイスショットが出ないね。奇跡的に出たとしても多分めっちゃくちゃスライスが出ると思う。そう、うん、ダフリシャンクは多分もうほぼ確定。あ、こういう感じでやっていけばいいかな。そうだね。ただクラブが寝るはさ、うん、相性いいやつあんの？寝た方がいいみたいなやつ、その今後出てくるのはどうなんだろうね。うーんとね、うーん、そこで 100% じゃないよ、うん、インサイドアウト。あ、逆だったら、インサイドアウトだったら可能性はある、まだ残ってる気に入ってくれる人がいるんじゃないかっつってこれはもう可能性が残ってないんだ。残ってない。ただ、うん、ショートアイアンのみね。ああ、ロングアイアン、ミドルアイアン、ロングアイアンで、うん、インサイドアウトでクラブが寝たら、うん、もうそれもダメ。もうダフチーが出る、うん、ダフって左ね、勝てる。 そういうじゃ組み合わせも出てくるかもしれない。出てくるかもしれない、はいはい、これはどうし、戻す？戻したらもうこれ置いとこうか。一回置いとこうかね、うんうん、で次ね。おおおお、未知の単語が出てきたよ未知系だね。お、これは得体か知れないけどまあ言ってることは分かりますに対してこれは、うん、俺はね 70% ぐらいだと思う。あ、うん、もちろんどこをこれするかによるけど、うん、力むかによるけど、うん、やっぱ左足力むんじゃないのそうだね。左足リードをするんだったら左内もも力めたら最高、うん、あ、そうなんだ。そう、左内ももを、左足のどこ力むかっていうのも大事なんだね。そう、左足の内ももを力めたらまあいいだろうね。まあこれをやったことないから分かんないけど左足リードするんだったら、まあ左リードってことよね、うん、そうだね、うん、したら左脇、左肘、うん、左手首、うん、ああ言っちゃったな、うん、これが大事になってくるね。言っちゃった。めっちゃくちゃ大事になるけどね。要は左グリップがこれしたら力んだら最高だし、うん、これはうん、まあ 70%。じゃあ次。っていいのか悪いのか分かんないかな、その動画的になのかショット的になのか分かんないよね。そう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 なの、そうなの。動画的には大あり、出てほしかったぐらい。あ、そう、いい話題、いろいろ含めてミスマッチかな。これアッパーだったらいいの、マッチングいい。アッパーってアッパースイング？アッパースイング、アッパーブローに振るんだったらこれドローはあり、うん、だけどダウンブローはちょっと違うかな。あのフェードスライス系にはマッチングいい、だから 50% かな、 40% か、まあまあまあ、うん、それぐらいかな。おすすめはあんましないけどね。いや、アッパーがっていうか、なんかアッパーのこと言ってるのかと思って。あらら、ワンナップを見てくださる方々そう、ダウンブローね。そうだよね、だって俺がダウンブローでドロー打つんだっていう時にダメだって言ってたもんね。そうそう、トロ君やりたがってたもんね。そうそう、うん、ただこれ打つんだったら、うん、他入れちゃダメでしょって感じだから。あ、もうそれだけでいい。そう、これだけでいいの。これ打ちに行ったらこれ出るから。そう、そういう感じ。 50% ですね。お、なんだそのカード。お、お、100来た。100来た。これは100ですよ。先調子なんだ。先調子、先が動く感じの今シャフトを使ってる。これはちょっとマッチング100だな。
マッチング100って自分じゃないのが出たらどうすんだそれ。例えば、うん、例えば、うん、あこれこれ、うん、ゼロ。あこれはゼロなの。ゼロ、うん、要は先調子って先が緩いんだよね、うん、シャフト自体剛性が弱いから、うんうん、結局ダウンブローに打ったらシャフト潰れるのよ。そうだから球が散る、そういうことやってる人はいないと思うけど、うん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 、いるだろうね、うん、絶対やっちゃダメ。例に挙げていい、うん、文句言われるかもしれないけど、うん、例えばだよ、うん、ゼクシオのカーボンシャフトのアイアンを、うん、いやターフ取りたいからってダウンブローに打ってたら、うん、もういい球出ないから絶対やっちゃダメなこと。これやりたいんだったら元にしてって、先の剛性が強い手元の緩いシャフトでこれをやらないとこれが完成しないよってこと。じゃあさ、やりたいこととさ、うん、そのクラブのセッティングみたいなのをさ、うん、合わせてない人もいるかもしれないよね。いい、全然いるよ。合ってる人の方が少ないから。そうだよね。そうよそうよそうよ。俺は知ってるから全然だってそれもさ教えてくんないよね。教えてくれない、そこまでね。そこまで詳しい人いるのって感じ。自信満々にやっぱりそこ言えないとね。だってスイング完璧求めて、うん、いざ持ってきたクラブが合ってなかったら、うん、それ完成しないから。うわあるあるある、全然ある全然ある。だってさ俺が前言ってたほら、うん、なんてのダウンブローもしたいとかさ、うん、代理テリーもしたいとかっていろいろあるわけじゃん、うん、ある、うん、それなのにさクラブが本当にそれをやるセッティングになってなかったらさ、うん、完成しないわけだ、うん、だから逆を言えば、うん、これとこれはゼロなのよそうだね、ね、さっき調子だからね。そう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 、そういうことだよね。そう、実際やってないし、こういう動画にした方がいいんだねね、そう、さっきなんか何パーとか早く終わりにしてたけど、いやいや、こうなってたらいいんだね。そう、これはね、たまたまね、さっき調子っていうさクラブのやつが出てきたからだけどさ、うん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 、それやばいね。やばいでしょ。本当に先走りの、うん、アイアンカーボンシャフトでターフ取り行ったら、うん、フェースの上っ面に当たって、うん、飛ばない球が出る、球が上がらない、うん、そういうシャフトじゃないから先調子って。それ例えばスチールの先調子だったらどうなの、うん、スチールの先調子でマッチング率が10に上がるぐらい、うん、あでもそんぐらいなんだ。そう、ゼロが10、これゼロだったじゃん、うんうん、それが10になるぐらい。あそういうこと、うん、でそもそも剛性が弱いから先の先端の先調子って。そうだからここがこうやって潰れちゃうじゃん、うんうん、したらもう持ち上げられないじゃん、うん、だからダメなのダウンブローに打ったら、うん、なるほどね。そう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 。でもさ調子ってこんぐらいの間にあるんでしょ。そう、用事1本分ね。なのにそれだけでそんな違うんだ。そう、あのね、当たり負けする。これだけなんだけど、でも3つにも分かれてるわけじゃん、元中先って、うんうんうん、そう、それぐらい重要ってこと。本当にでもゴルフ関係なく、これぐらいの距離、あの長さでこれぐらいの距離だったら1個でいいじゃんと思うじゃん、うん、そう、でもそんだけ3つに分けられるってことはそれだけ違うってことだ。そうだよね、そういうことか。そう、意味がなかったら分けないもんね。そう、分けない、そうなのよ。確かに。じゃあワンナップゴルフにレッスン習いに来たら、うん、ショットとか習うんじゃなくて、うん、そういうの聞いた方がいいね。あー、振り方に対してのシャフトねとか、その人の、そう、あのこういう風に打ちたいとか、こういう風にしたいんだけど、うん、どういうのが合ってるのかとか、だってそれって教えてくれる人いないじゃん。いない。逆ばっか言って申し訳ないんだけど、逆言っていい、うんうん、習いに来た方が、うん、こうなりたくてこういう球打ちたくて、うん、って一言言うじゃない、うん、したらスイングとクラブが決まる、うん、習いに来てうまくしてじゃあ何も決まらない。あ、ないからね。ないからないから。あー、なるほどね。そう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 。じゃあ決まってれば全部決まるんだ、ね、全部決まる、早い。それがとてつもない次元のことだったとしても、うん、結局それを俺は言うわけじゃない。したらその方ができるかできないか判断するのはその方じゃん。とてつもないことだとしても決まるから。そう、だタイガーに勝ちたい、うん、だったらタイガーに勝つんだったらこれやってって言うじゃない。言う、言う。したら時間的に無理ってなるじゃない、うん、したらやらなくなるじゃない。そうか。そうしたらどんどん下げていけばいい。なるほど。そう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 。だから理想は言った方がいいんだよね。そうか。そうだ、無理なものは無理だし、こう変えなきゃいけないですよ、それでもやりますかっていう感じだから。でもタイガーに勝ちたいって言った人がいるとするじゃん、うんうんうん、例えば俺が言ったとするじゃん、うん、言ったら、うん、まず1の1をやってねからなんでしょ。それは1の1ができてなかったらね。そうそうそう、あ、そうそう、なる、そうなる。トル君が来たら、うん、1の1からだから、うん、まあ時間はやっぱかかっちゃうよね。そうだよね。じゃあ変わんないんだ、ある程度までっていうか8ぐらいまでは変わらないそっから90が投げそういうことだよね。そうそう、本当は早いんだけどねそう、長い。この、 あのダウンブローと先調子、今すごいいいカード2枚出たけど、うんうん、もうちょっと話したい気もあるね。まあいいや、どんどん行こう。いい話で、うん
お、お、何これ、これな、振り遅れ来てほしいな。お、お、お、当たるやつじゃ、当てるやつじゃないよ。あ、でも、え、それはどうなの？これ？うん。うんとね、飛来的にまず言っていい？うん。うんとね、20%。これが、うん、これ、うん、80%に上がる。え、それでも人によるんじゃなくて誰でも？うんとね、ロングアイアンになると、うん、うんとね、ロングアイアン、前ロングアイアンの4番アイアンの取ったじゃない、やりたいことできるできないって言ってできないになってるでしょ、うん、そういうクラブじゃないから。あ、そうだね、そう、うん、それに対してロングアイアンで元調子って言ったら、元調子って要はマニュアルなのよ、うん、自分で何か加えなきゃいけないの、はいはい、元調子最高なんだけど、うん、これがショートアイアンだったら、うんうん、だけどロングアイアンで元調子になると球をまず上げられないでしょ、うん、でヘッドをさばけないでしょ、うん、前加速、前さばきができなくなる、うん、でスピン量が少ないのよ、うん、上がれないじゃない。なるほど。そうなってきてマッチングは良くないってことは、普段例えば元調子使ってる人でもロングアイアンだけ、うん、上がるセッティングにしたり、大体この元調子ってウェイトが重いのが多いんだけど、うん、でも軽い元調子なんかでロングアイアン打つんだったら、一定のスイングで打てる人は元調子でもいいの、うん、そう。でもこうショートアイアンっぽく何でもアイアンは同じスイングだってバンって打っちゃう人は絶対合わないから、ドライバーっぽくロングアイアン打てるって言うんだったら全然いい。本当に細かいマッチングまであるのよ、ロングアイアン、ミドルアイアン、ショートアイアン。そういうことだよね。そうそう、全部一緒じゃないんだ。そうそうそう、これだからこうでいいんでしょっていうのがないの、クラブによっても。クラブによっても違う。だから間を取っていくのよ。ショートアイアンも捨てらんない、もちろん捨てらんないし、ロングアイアンも捨てらんないっていうんだったら、うん、なるべく悪いものがないシャフトを選ばなきゃいけないし、比重がショートアイアンにかかってる人だったら、うん、ショートアイアン寄りのセッティングでロングアイアンはもう多少でいいっていうようにしていかないといけないし。そうなんだ。そう、これいこうかな。おらら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 、これはちょっと分野が違うけども、いい動きと悪い動きだよね。だからもう合わないよね。でもやってる人いるでしょ、これは。なっちゃってる、なっちゃってる人いる、うんうん、もうこうなったら手が浮いて、うん、左に低い球か、うん、右にダフリ、うん、がやっぱこれ出る、両方やったら、うんうん、要はこうなるから。あ、そうだね、うんうん、これはだからこの良さをもう後継しちゃってる、うん、だからこれ全然目立たなくなっちゃうんだよね。これがちょっと顔出したら左に低い球チョロみたいな。これは右ザクセス、さっきと同じだけどさ、うん、相性がいいもんってあるの？ないね。そうだよね。自然と出ちゃうんだったらないね、やっぱり。良くない。お、正当な単語が出てきましたね。あらら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 、これはでも 70% ぐらいじゃない？おう、うん、あのこれやる人これやるし、うん、これやる人これやるし、おう、うんうんうん、それは一緒にやるものっていうか、一緒にやった方がいいね。上半身リードでボディーターンしたらもう振り遅れちゃうから、うんうん、下半身リードだったらボディーターンしてあげらんないとダメだし、だからこれマッチングはすごい。例えば下半身リードで手打ちだったらどうなるの？下半身リードで手打ち、うんとね、うん、できるけど超タイミング難しい。いい超えて無駄になっちゃう。あ、意味ないんだ。意味ない。100を超えちゃうんだよね。あんま良くないな。でもやろうとする人いないだろうね、その組み合わせは。下半身リードで手打ちしようって。うん、多分見向きもしない、どっちかは。そうだよね。うん、そうだよね。そう。なんか興味なくなっちゃう。一緒にやるような感じしないよね。そう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 。これイコールこれって思ってる方もいる。あ、俺結構でもそうだったかも。あ、本当？あ、そう、まあ、イコールじゃないけど、うんうんうん、一緒に似てるような、うんうん、もっと単純だと、うん、ボディーターンが下半身リードでしょって思ってる人も全然いるから、うんうん、それはもうやっぱこう別だから、うん、これとこれ本当に一個一個っていう感じ、うん、だから動きとしてはすっごい似てるから、うん、まあ一緒のニュアンスでもいいんだけど、判断でも、うん、でもまあ、ボディーターンと下半身リードっていうのは、うん、まあちょっと違うね。でもまあマッチングはいいかもしれない、うん、これは、うん、おお、左肘、おお、ゼロ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 出ないから。
これやったらこっちが勝っちゃうね。これやろうとしてこれやると悪い、これだから。あ、そうなんだ。そう、要は回転不足だろうし、うん、これを求めてこれをやろうとしたら回転不足、上半身の回転不足だし、悪い力みだし、ヘッドが動いてない証拠だよね。そうだからこれはできませんよ、飛距離は出せませんよっていう、うん、これはもうゼロだねあの良くない。なんか左肘引けるのは直した方がいいってこと？飛距離を求めるんだったら直した方がいい。あー、うん、アークがちっちゃくなるからね。コントロール重視するんだったら俺は全然曲がっててもいいと思う。あ、引けてても全然いい。そういうことか。うん、ただちゃんと引いてあげてっていう感じ、うん、引けちゃうんじゃなくてね。そう、自分でね。そう、自分からちゃんと引いてあげてって、うんうん。お、球筋来たね。隣行こうか。あーあうん、まあ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 ゼロだね。いや、やっちゃダメ絶対。あ、そう。うん、まあどんなことにおいてもって言ってもいいかもしれない。やっちゃいけない、うん、ましてフェードは緩く使わないから。でもドローはなんかゆっくり。そう、ドローはあの、まあ100歩譲って、うん、40から50はある。あ、けどこれはねもう5以下だねまあゼロゼロ、うん、絶対ダメ。ジョーカー来たなダメなカード来たな